政府は昨日、新型コロナの感染者が無症状であった場合、買い物など短時間での外出であれば認めることを初めて決めました。段階的な緩和を好意的に受け止める声がある一方、専門家は感染状況に合わせた弾力的な運用が必要と指摘しています。厚生労働省は昨日、感染症の専門家会合を開き、新型コロナの軽症者について自宅療養の期間を短縮し、症状のない感染者に限っては買い物など短時間の外出を認めることにしました。外出の際には不織布マスクを着用し、公共交通機関は利用しないよう求めています。外出制限の緩和について街の人はどう受け止めたのでしょうか。公共の場所でやっぱりマスクとかちゃんとしていただけるのであれば、そんなにかかることもないのかなというふうには自分は思っているので、そんなに不安はないかなと。買い物とかはやっぱり必要ですからね。例えば一人暮らしだと本人が行かないとね、どうしようもないものですから、それは私はいいと思います。一方で感染リスクが高まると心配する声も。どうでしょうね、検証できてないからね、分からないですよね、正直言ってね。それはちょっとこっちとしては怖いですけどね。何もコロナにはなってない人からすると怖いですけど。感染症学が専門で長崎大学大学院の森内浩之教授は、今回の判断を次のように受け止めています。自分が感染しているということが分かってて、それ用の対策をきちんとした上で、ごく短時間、どうしても生活の上で必要なものを買いに行く、お薬が足りないから買いに行く、もしくは受診をする、そういうふうな時に外出をすることを妨げる理由はないと思います。ただ新たな変異株が出てきた時には再び厳格な隔離が必要になると指摘します。そのままずっとずるずると隔離期間を短くした状態のために、新たに入ってきた変異株を封じ込めることができず、一気に次の第8波に向かうということは今度は避けないといけないわけです。アメリカでは感染状況に応じた隔離措置の基本的な考え方が決まっています。森内教授は、日本でもその都度対応を考えるのではなく、前もって決めておく必要があると話します。今の段階で緩めることは、少なくとも妥当ではありますけど、それは事前に決めてもっと早くするべきことであり、そしてあるフェーズに落ち着いたところでまた前のような対応策に戻すべきだと思いますので、その意味では遅すぎたし、これがそのまま続くということであれば、それは妥当性を欠くだろうと私は思っています。